こんにちは、BTS 漫画店の渡辺です。新原です。よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、今回の動画はですね、はいはい、メゾン三原康弘の 24AW が、はい、まあ、立ち上がったということで、はいはい、今回のコレクションテーマがですね、オブラパート4ということで、はい、まあ、三原さんが幼少期の時に憧れていた、はい、大人たちが着ていた MA1 だったりとか、はい、あのミリタリージャケット、はい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 、に憧れを得て、まあ、そういうところから着想を得てちょっとこう肥大化したものが多かったり、まあ、ショーとかでもすごいあの目立っていた、そうですね、商品とか、まあ、結構うちに並んでいるんですけれども、はい、そんな三原康弘が、はい、9月28日から、はい、10月6日まで、はい、BTS 名古屋店にてポップアップを開催するということで、おお、これは激アツですね。嬉しいですね、はい、今並んでるやつプラスモアバリエーションで商品が並ぶということで、メンズとレディース共同でポップアップを開催するということで、ありがとうございます。はい、今シューズこれだけちょっと厳選して並べてるんですけれども、うん、まあ、プラス、はい、カモみたいな、はい、うちに来ていただいた方とかは分かると思うんですけど、めちゃくちゃ多いんでね。めちゃくちゃ多いですよ。はい、じゃあ今日の企画は何ですか。今回の企画は、はい、三原24AW を使ったコーディネート2000。うおー、はい、ということで、はい、一番最初に新原くんにコーディネートを組んでもらって、はい、その次に僕がコーディネートを組んで、はい、のご説明やコーディネートの説明をしていきたいと思います。お願いします。お願いします。ということで、まずワンコーデ目が準備できたということで、新原くんお願いします。はい、めっちゃいいよ。ちょっと商品の金額と、はい、お名前を僕の方から説明させていただきます。はい、まずアウターガッパーフージシャツ税込96,800円で、パンツがサンフェイデッドワイドパンツ税込55,000円ですね。で、中に着ているのがリコーンエースのフーディーのダークダストが、うん、税込105,600円で、シューズは白のウェイン46,200円で、恐竜バッグこちら税込41,800円ということで、はい、いい感じですね。ちょっとコーディネートのポイントを、はい、紹介していただければと思います。ちょっと自分はせっかくなんでレディースのアイテムを使ってみようっていうので、うん、まあ、このパンツがレディースの、うん、まあ、日焼けシリーズのスウェットの、うんうん、メンズはちょっとリブ裾ちょっとテンション強めのスウェットで出てたんですけど、うん、まあ、レディースはもうそのままガバッとワイド、うんうん、で、まあ、ちょっと今っぽいシルエットだなっていうのと、まあ、この色味単純に可愛いな。うん、色味いいっすね。色味いいっすよね。結構本当に狙ってるんですよ、僕このアイテム。まあ、メンズとレディースどっちにするかもやってるんですけど、うんうん、はい、結構狙ってて、結構レディースのアイテムもね、メンズ着れちゃったりとか。僕170cm 50kg なんですけど、これでレディースの36かなサイズ、うん、でも全然いけちゃうんで、うん、だってレングスもちょうどいいぐらいなんでまあそれに合わせて、まあ、リックの今季のフーディーですね、うん、まあ、この黄色にこのブラウンの合わせめちゃくちゃ好きなんで、うん、まあ、今回ちょっとこのリックのフーディーもここの裾元のリブの手で強めにかかってるんで、ちょっとショーツだけ溜めて、うんうんうん、ガバッと、まあ、三原さんのテーマにふさわしいような、うん、ちょっと大人のなんか憧れ感じゃないですけど、うん、ちっちゃい時大きなものを着てるみたいな感じでガバッと、もう外に出歩く時もこれをガバッと。これシャツなんだね。シャツなんすね。ずっとコートだと思ってた。いや、僕今もコートある確かにもうほぼアウターみたいな。いや、もうだから室内入ったらもこれ脱いで、うん、このちょっと感じで、まあ、外行くときはこれぐらいで、まあ、このシャツもパッパー入ってるから結構あったかいよね。めちゃくちゃあったかいですよ。で、内側ももう一個こうやってリブついてるんで、うん、腕も通しやすいですし、うん、で、私物のブラになるんですけど、やっぱ今回のショー、三原さんのショーは、うん、どんぐらいですか、7割、8割ぐらいサングラスかけてたんですけど、そうだね、この本当にブランさんのサングラスをかけられてたんで、うん、まあ、自分もせっかくだったらそのショーっぽい感じで、うんうん、ブランさんのサングラス着用、いい感じだと思います。で、もうこれですよ、恐竜バッグね。こちら超かわいい。ミニの方だよね。ミニの方です。大きい方も出てて、でっかい方もあって、ちょっと素材がちょっと違うんですけど、うん、もうでっかい方はこんぐらいになるんじゃないですか、うんうんうん、でもまあこれをもうちょっと手持ちでもう何入れるかわからないですけど、確かにもうこう持ってだけで可愛くないですか、うん、なんか外しにもなるしね。めちゃくちゃいいんですけど、これコーデのアクセントにもなるし、うん、結構可愛い。可愛いっすよね、うん、でなんかそれに白のウェイン、そうっす、最後は真っ白ウェインが入荷してきてるんで、うん、まあ、ちょっと三原からちょっとゴツめのシューズで、うんうん、
決めてみました、まあ、三原さんといえばのシューズ。そうですね、ソール、はい、のね、こういうシューズはもう今でもすごい人気、うん、ね、そうですね。まあ、今やっぱ黒白ブレーキとかもありますけど、うん、個人的に結構ウェイも好きなんで、いや、いい、推しております、うん、このなんかタグとかね、やっぱ三原さんならではの感じだよね、うん、でかいですねタグも、ね、こういうところとかさ、うん、QR 読み込んでもらって、うん、はい、まあこんな感じで三原、こんな感じでした。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続きまして僕がご紹介していきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、次2番手渡辺さんですね、登場していただきましょう。渡辺さんです。はい、ウィー、ね、はい、まあこんな感じでございます。はい、ではコーディネートを紹介していきたいと思います。はい、はい、まず三原康弘からパッパーデニムジャケット、ブラックのサイズ48ですね、はい、が115,500円。そしてインナーに着てる三原さんのブリーチドティが38,500円ですね。パンツが MM6 の今季のエコレザーのパンツが100,000円になります。でシューズが三原さんのピーターソン23ブラックの37,400円で、最後にブランさんのサングラス B0021 っていう方の31,900円っていうコーデになっております。はい、ありがとうございます。はい、まあ今回はちょっと三原君とは打って変わって、はい、もうちょっとまあ僕寄りじゃないけどちょっとモードな感じに落とし込んでいました。はい、はい、このパッパーのデニムジャケットめっちゃ可愛いよね。可愛いですこんな感じでコーデ組んでみたんですけど、まあ、パッパーもめっちゃあったかくて、そうですよね、そう、結構なんか秋冬めっちゃいいんじゃないっていう感じで、値段もなんか思ったほどでは、うん、はい、まあ、なんかこう T シャツに1枚ガバッと貼るぐらいでもね、うん、まあ、秋口は結構使えるんじゃないでしょうか、うん、三原さんがこう得意としてるパターンで、ちょっと後ろ下がりにこうなってるんですよね、うん、まあ、ちょっと肩で着るじゃないけど、ちょっと落として着てるような感じになってて、はい、こうなんか襟とかもね、別に寝かしてもいいけど、個人的にはこう縦の前締めとかもすげえかっこいいなって。首もあったかいですね。あったかい、あったかい、まあ、冬とかこれの上からマフラーとかね、つけてもいいかもしれないですね。はい、でまあ中のブリーチのこの猫ちゃんがね、めちゃくちゃ可愛いですね。めっちゃ可愛いよね。この色味もめっちゃいいし、うん、結構なんかコーデでこうパンツに1枚こう羽織るだけでも、オールブラックでもね、もうちょっとブリーチがかかってくれてるから、うん、パンツとコントラストになりやすい。確かに確かに。はい、こんな感じで、で、まあ、パンツはもう僕前回 SS の時に買ったやつとちょっと素材違いで。そうですね、このパンツっすね、この変形のパンツはもうめちゃめちゃ使ってるんで僕、うん、またレザーになんかこういうカジュアルな感じめちゃくちゃいいっすね。ね、ちょっとこうミックスじゃないけど、はい、モードとこうカジュアルのミックスじゃないけど、はい、でまあシューズも三原でオールブラックって結構珍しかったですよね。新鮮でしたね。そう、結構三原さんのシューズってカジュアルなのが多いって言われるんですけど、まあ、こういうオールブラックとかモードにも合わせやすいのかなというふうに思っております。はい、でサングラスは SS でね、ラウールさんがショーで使っていたブラウンのサングラスをこうかけております。はい、はい、どうでしょうか。いや、めちゃくちゃいいですね。ね、かわいいよね。はい、後ろもこんな感じで、うん、はい、まあ、僕身長 180cm で体重 62.3 くらいではい、62.5 ぐらいで、まあ、着用48も全然48でいいと思います、うん、でこっちのパッパーのデニムジャケットは46から50まで46、48、50 3サイズ展開3サイズ展開で、はい、入れておりますので、はい、結構どなたにでも当てはまるというか、そうですね、感があるんじゃないかなというふうに思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあそういう感じでちょっと新原と渡辺でコーディネート2選組ませていただいたんですけれども、はい、三原さんのポップアップイベントが9月28日から10月6日まで、はい、ポップアップイベントをミッドウェスト名古屋店で開催しておりますので、はい、ぜひこの機会にミッドウェスト名古屋店遊びに来てください。遊びに来てください。では動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。お願いします。 TikTok も頑張ってるんで見てください。TikTok お願いします。お願いします。ポトリお願いします。ポトリお願いします。お願いします。お願いします。バイバイ。